はい、どうもアルティメット工房のサミです。さあ、画像をご覧の通り、ミスター5ベストアルバムが2023年4月19日にリリースされます。国民投票という形で3曲選んでくださいっていうようなものがあったと思うんですけれども、私は恋煩いからオーマイガール、そしてリセンスから幸せがよく似合う人、月読み彩りからミスビーヘイブの3曲を選びました。この楽曲が入っているのか、まだ収録曲を見ていないのですごくドキドキしています。皆さんが選んだ楽曲は収録されているのでしょうか。一緒に見ていきましょう。はい、スクロールするとこちら出てきました。国民投票みんなで作ろう King&Prince ベストアルバム投票結果発表、2023年1月16日月曜日から1月31日火曜日に募集した国民投票みんなで作ろう King&Prince ベストアルバムのランキング結果を大公開。見事1位に輝いた King&Prince クイーン&プリンセスは満を持してのミュージックビデオ化が決定ということで、すごいね。ミュージックビデオは初回限定版 B の DVD に収録されます。また1位から15位までの楽曲はディアーティアラ版ファンクラブ限定版のディスク2に収録。キング&プリンスを愛してくれている皆様の投票によって特別なベストアルバムが4月19日に発売されます。たくさんのご投票ありがとうございました。ということで、第1位はキング&プリンスクイーン&プリンセスっていうネタバレを今ここで食らいました。さあ、結果発表はこちらです。1位キング&プリンスクイーン&プリンセス、2位が平野翔くんプロデュース曲フォーカス、3位は高橋海人くん、平野翔くんがダンスを振り付けを手掛けていたナナナという楽曲、そして4位からゴールデンアワードリームインプリンスプリンセス、今君に伝えたいこと、僕の好きな人、空、ディアーマイティアラ、君とメリークリスマス、君がいる世界、グラスフラワー、バンストゥーナイト、オーサマーキングということで、私が選んだ楽曲は入ってませんでしたね、この中に。でもやっぱりキング&プリンス、クイーン&プリンセスが1位。まあライブの一番最後にどのライブでもやってた印象がありますし、英語で披露してくれたのは1回だけありましたけれども、それもすごく印象的ではありましたね。さあ、続きを見ていきましょう。ミスター5キング&プリンスベストアルバム2023年4月19日リリースです。キング&プリンス初のベストアルバムをリリース。全携帯ディスク1にはデビューシングルシンデレラガールから12枚目のシングルライフゴーズオン、ウィーアーヤングまでの全シングル表題曲16曲とベストアルバムのために新たに制作した新曲1曲も収録。そして初回限定版 AB のディスク2にはこれまでの全リリース楽曲のシングル表題曲とアルバムリード曲以外の中からキング&プリンスが2つのテーマ、スイート&メモリーズ、クール&グルービンに沿ってセレクトした楽曲を各10曲収録と、すごく豪華なベストアルバムになっています。続いて通常版のディスク2にはこれまでリリースした全アルバムのリード曲5曲を収録。ジャケットは高橋海人の書き下ろしイラストとなっており、皆様に自由に楽しんでいただけるように塗り絵仕様となったアナザージャケットも封入。すごっ、これやりたいね。ディアーティアラ版には1月16日から国民投票みんなで作ろうキング&プリンスベストアルバムと銘打ち行った楽曲投票企画によって選ばれた上位15曲を収録。特典映像として初回限定版 A にはキング&プリンスからのスペシャルプレゼントとして制作中のミュージックビデオやそのメイキング、初回限定版 B には楽曲投票企画にて1位となったキング&プリンスクイーン&プリンセスのミュージックビデオとライブレコーディングバージョン、メイキングディアーティアラ版には5人だけの熱海への小旅行の様子を収めた映像を収録。ベストアルバムにふさわしいキング&プリンスとキング&プリンスを愛してくれている皆様で作られた超大ボリュームな作品という紹介がございます。わ、これめちゃくちゃわかりやすいですね。あ、いいね。はい、初回限定版 A は4950円税込み、全シングル16曲プラス新曲ビューティフルフラワー、
シングル表題曲はシンデレラガール、メモリアル、君を待ってる、恋煩い、メイズイナイト、アイプロミス、マジックタッチ、ビーティングハーツ、恋降る月夜に君思う、ラビンユン、踊るように人生を、トレーストレース、月読み、彩り、ライフゴーズオン、ウィーアーヤング、ビューティフルフラワー、こちらが新曲となっています。 CD ディスク2はスイート&メモリーズセレクテッドバイキング&プリンス、甘い楽曲、それと思い出が詰まったそんな楽曲たち、ラブパラドックス、キーオブハート、エスコート、僕のワルツ、アリトルハピネス、気楽にやろうよ、アメージングロマンス、アメージングロマンスは甘いですよね。幸せがよく似合う人、愛を伝えましょう、花束、私が選んだ楽曲入っていました。幸せがよく似合う人、オーマイガールが入ってなかったんだけどね。私が選んだミスビーヘイブはクール&グルービーの方に入っててほしいなって思うんですけれど、 DVD はスペシャルミュージックビデオ from キング&プリンス、詳細はキング&プリンスからの特別なプレゼントとして皆様のお手元にて受け取っていただくため、商品発売まで楽しみにお待ちくださいということです。初回封入特典として期間限定動画 A、視聴シリアルナンバーと先着外付け特典としてフォトカード A6 サイズが付いています。続きまして初回限定版 B、 4950円、全シングル16曲プラス新曲ビューティフルフラワー、ディスク1は先ほどご紹介した初回限定版 A と同じです。そして CD ディスク2にはクール&グルービンセレクティッドバイキング&プリンスということで、入ってない。1曲目 Easy Go 波打て心、 Kiss & Cry、 Nothing Compares ですかね、ちょっと発音が怪しいぞ、リトルクリスマス、ロマンティック、スターテッド、ムーンラバー、ラストトレイン、バンス、入ってないんだ、そっか。 DVD にはキング&プリンス、クイーン&プリンセスのミュージックビデオ、ミュージックビデオライブレコーディングバージョン、ビハインドザシーンズ、初回封入特典は期間限定動画 B の視聴シリアルナンバーとクリアポスター A4 サイズが特典として付きます。通常版は3300円、全シングル16曲プラス新曲ビューティフルフラワー、ディスク2にはノーティーガール、アンドラブ、僕らのグレートジャーニー、名前教えて1番が入るということで、初回封入特典は期間限定動画 C、 視聴シリアルナンバーとアナザージャケット5種セットがついています。そして最後にディアーティアラ版、4950円、全シングル16曲プラス新曲ビューティフルフラワーと CD ディスク2には国民投票トップ15、先ほどご紹介したティアラが選ぶ15曲が収録されています。そして DVD にはキング&プリンスの小旅行 in 熱海、キング&プリンスが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像となっています。外付け特典はステッカーシート A6 サイズ、ディアーティアラ版にはシリアルナンバー封入はございません。こちらのディアーティアラ版、そして通常版、初回 AB、 この4形態はこの動画の概要欄下のところですね、説明欄のところから購入できるリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからお好きな形態をご購入ください。他にもこちらのサイトで購入することができます。さあ、そして国内映画ランキング、2023年3月の3日から3月5日の集計で毎週火曜日に更新されるものなんですけれども、第1位が永瀬廉くんがソーニャの声優を務めました映画ドラえもんのび太と空のユートピア、こちらが1位となっています。公式のサイトをちょっと見てみましょうか。僕らのらしさが世界を救う、映画ドラえもんのび太と空のユートピア大ヒット上映中、ソーニャですね、これが予告編、主題歌は NiziU の皆さんということで、こちらがストーリーです。もしもどこかに何でも叶う夢のような楽園が存在していたら、空に浮かぶユートピアでの大冒険が始まる。空に謎の三日月型の島を見つけたのび太は、あれこそ僕が探していたユートピアだと言い張り、ドラえもんたちと一緒に秘密道具の飛行船タイムツェッペリンでその島を探しに出かけることに。いろいろな時代場所を探してやっと見つけたその正体は、誰もがパーフェクトになれる夢のような楽園パラダピアだった。そしてそこで出会ったのは、何もかも完璧なパーフェクト猫型ロボットソーニャ。すっかり仲良くなったドラえもんたちとソーニャだったが、どうやらこの楽園には
大きな秘密が隠されているようで、果たしてのび太たちはその楽園の謎を解き明かすことができるのかというストーリーになっています。ね、かわいい。ソーニャめちゃくちゃかわいいね。キャラクターいろいろとその見に行ったっていう情報はツイッターで目にすることが多いんですけど、実際ね私まだ見に行けてないんですよ。3月3日からね公開してもう7日になるのに。キャラクター出てきました。ソーニャ、空に浮かぶユートピア、パラダピアに暮らすパーフェクト猫型ロボット、声永瀬廉ということで、コメントありますね。はい、こちらは前にもご紹介したと思いますので割愛させていただきたいと思います。はい、現在ランキング1位ということで、皆さんもぜひ見に行った感想を Twitter、インスタ、LINE で教えてください。ということで今回は Mr.5 King&Prince ベストアルバム2023年4月19日リリースということで、詳しい収録、楽曲、特典などご紹介させていただきました。久しぶりの動画となりましたが、皆さんお元気でしょうか。私は元気にバリバリ仕事をしています。ただバイトを一つクビになったっていうことがあるので、今度動画にさせてください。なんかカメラの前で語りたいなって思ってます。ということで今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。アルティメット工房のサミでした。